今回実は、はい、悪役っぽく、悪役ヒーローなの、ヒーローなのに、ね、佐藤さん、あれやりましょうよ、あのこれ皆さん、お待ちかねできました、カンナ、結婚しましたね。なんかね、おはようございます。眠いです。今日はですね、ピンクの特撮のヘアメイクをテストする日でございます。カンカンです。いや、もう僕はね、佐藤さんは19の頃からご一緒させてもらってます。というのも、仮面ライダーディケイドのメイクさんでした。でした。でまあ、何年かごとに僕はあの仮面ライダーディケイド出るたびに、まあ、この間のジオもそうなんですけれど もう全部佐藤さんでしたよね。偶然ですよ。いや、絶対偶然じゃないと思うんです。いや、僕はだから仮面ライダーのスタッフさんって基本的に変わらないんですよ。ずっとずっとあのカメラマンさんとか監督とか助監督さんとか変わらないし、まあ、変わったとしても助監督さんがあのちょっと昇格して監督になってるとか、ずっと仮面ライダーやられてたんですよね。え、違うんですか。ディケイド、ダブルの映画、はい、オーズ、うん、そこで一回離れました。あ、そうなんですね。エグゼイドからまた戻って、はい、リオゼロワンまで。じゃあ中抜けみたいなのがあって、ちょうど僕の中抜け時期のなんか被ってるわけですね。本当にご縁です。うわ、ご縁ですね。で、今回なんですけれども、はい、ピンクの特撮のなんとヘアメイクが佐藤さんに決定しました。ありがとうございます。いや、なんかね、僕が、まあ、新しくこうやりたいという特撮ヒーローの記念すべき一作目のヘアメイクさんが、まさかの僕のドラマデビュー作の、まあ、角谷司のヘアメイクさんだっていうのが、なんかちょっと感慨深いものがあります。で、今日は主役の、まあ、ヘアメイク、まあ、僕がやるんですけれども、そのヘアメイク、まあ、今なんか昔の往年のなんか昔のギャル王みたいな感じの髪型になってるんですけれども、寝起きでどんなメイクがいいのか、まあ、今日監督の田辺さんもいるんですけれども、まあ、メイクテストの日です。まあ、メイク打ち合わせの日でもあるんですけれども、メイクテストの日です。田辺さんのイメージ的にはどんなイメージが。ものすごくかっこよくまずメイクしていただく。ものすごくかっこよく。元はかっこいいんで。いやいやいや、そんなことないです。仮面ライダーディケイドの時に各世界に行く時に髪型が変わるっていうので、行く世界行く世界ごとに髪型を考えるっていう題目が、毎回毎回メイク室でその朝5時半ぐらいに東映で考えるっていうのをやってましたよね。やりましたね。だからもう数多くのパターンがもうそこで捻出されてしまったんですよ。結構後半の方苦行でしたよね。もう苦行というか、うん、まあ、楽しかったですけれども、なんか最初の方はなんか右脇左脇ぐらいに収まってたのが、パターンがねなくなってきて、まあ、センターに髪型寄せてみるかとか、外跳ねやってみるかとか、最終的にはね、あの響きの世界だったと思うんですけれども、衣装がピンクの道着、衣装ちゃんが悩んでたもん。あ、そうなんですね。ピンクの柔道着って何って。そう、あの時はね、あのピンクじゃないマゼンタだって言葉があんまなかったんで、あのとりあえずピンクの柔道着って書いてありましたよね。まあ、それに合う髪型っていうので多分悩まれたと思うんですけど、僕がまあ朝起きて5時半に起きて東映行って、今日髪型決まってるんだって言われて、でメイク中こううとうとね、ここで寝ながら、メイクしてもらって、でパッと起きたらリーゼントになってる。さくらさんはもう面白ければいいからみたいな、なんか楽しんでやってっていう感じだったので、ね、ホームページにアップしてくれたよね、髪型の変遷みたいな。ね、やってくれましたね。つかさの髪型の各世界に行ったその変化みたいなのもピックアップしてもらったりとかして、もともとだからその打ち合わせとか台本で、まあ、この、クランクインの前にあったわけじゃないんで、そういう各世界で髪型変えてくださいっていうのは、だからなんかちょっとこう後発的にできたものだったんで、ちょっと嬉しかったですよね。うわ、東映行きそう。これから佐藤さん、僕のなんか顔をメイクするのになんかポイントとかあるんですか。マー君はでもやっぱり乾燥肌だから、最初のだからファンデーション云々の前の保湿ケアがポイント大事かな、うん、なるほど。保湿しないとファンデーション乗りませんからね、僕。うん、ここはそんなにね、まあ、うん、ファンデーション終わった感じですか。はい。あー、でもやっぱ肌綺麗になりますね。やっぱりこんな感じになりました。何時に起きてたの時。僕は4時55分に起きてました。5時にタクシーが来ます。で、5時にそのタクシー乗って、うん、5時半に撮影所ついてメイクしてって感じですね。
佐藤さんは何時頃にあの時起きてたんですか？一番最初の人は多分5時入りとかだから、うん、通常4時半に撮影所に行かないといけないので俳優さんがね、あの現場は過酷でしたって言うけど、2時間ギリギリまで寝させてくれてるんですよ、本当に。スタッフさんが一番早い、本当に。あの当時はメイク部交番一番早かったのは誰でしたっけ？多分カンナじゃないかな。あ、はいはい、カンナか。カンナ結婚しましたね。なんかね、びっくりした。見ました。見た。インスタで見た。ツイッターで俺ご報告って書いた瞬間に、ああもうこれ結婚したなと思いました、ね。そうなんだ。うん。ご報告の言葉は、うん、あれご結婚っていう意味とほとんど同じですよね。ああ、なるほどね。ご報告。幸せになってほしいですね。おめでとうございます。おめでとうございます。末永く幸せに生きてください。はい。うん、ディケイドでマー君のいろいろやったから何の躊躇もなくやれるようになったかな、うん、あ、なるほどなるほど、それまではなんかドラマも普通のさ、うん、刑事ものとかさ、あ、まあ確かにね、普通っぽいメイクみたいな、男の人は七三とかさ、オールバックでいいんじゃねみたいな、うん、そんな感じでいたから、はいはいはい、はい、だからね、僕ね、佐藤さんがなんかその他の作品で編み込みとかしてると、あ、これもやったなみたいな、あ、ウォーズ片方編み込んでんな、これやったなちょっとなんか爽やかになりましたね。あ、これなんかあれですね、僕のこう非常にナチュラルな状態ですね。これこうドラマとかやってて、監督とかは目になんか髪かかると嫌いな人すごい多くて、なんか表情とか出ないじゃないですか。ここのラインはちゃんと見えるようにこうしてもらうっていうので、多分こうこうやってウェーブかけてもらって、顔見えるようにこの長さに合わせてやってくれたりとか。え、どうですかこのイメージは。まあ、かっこいいんですけど、はい、ちょっとまだあんまり言ってなかったんですけど、うん、結構今回実は、はい、まあ悪役っぽく、悪役？ヒーローなんですけど、ヒーローなのに、ガロでも仮面ライダーでもないものを作るんですが、はい、やはり視聴者が本当に求めているものというものを外したくないので、本当に求めてるもの、危ない男だなというビジュアルになったら嬉しく。佐藤さんと僕が悪役っぽく悪くっていうと、もうなんか一つしか思い浮かばないんですけども、何やってもいいですよね。いいっすよ。よし、まあ試しですからね今日は。佐藤さん、あれやりましょうよ、あのこれ、あれか悪役好きですか。いや別に好きってわけじゃないですよ、ただなんか、まあ、よく悪役ずらって言われますね。なんかどういう意味だって思いますね。普通に生活してるだけなのに、なんか道に100円とか落ちてたらどうしますか。拾いますね。拾ってどうしますか。拾って自動販売機の中に入れますね。悪役じゃないですか。なんで交番に行くんですよ拾って自動販売機の中に入れてそのまま立ち去りますね。次、自動販売機にそのなんかお金を入れた人は、あれ安くねって思う。つかさっぽいなそんな拾わなくないですか逆に落ちてなくないですか。なんかそもそも俺そもそもなんですけど、お金落ちてるとかいう話って俺全然落ちたとこ見たことないんですけど、あります？皆さん。僕昔恵比寿で1万円拾いました。どうしました？交番に行きました。しない。あ、僕ね1個ありますよ。タクシー乗ったんですよ。あー、これな言えないな。でもね、タクシー乗ったんですけど、そしたらタクシーの後部座席の財布が落ちてたんですよ。お、財布あるやんと思って、でまあいいやと思って、でそのまま降りようかなと思ったんですけど、そしたら次乗った人がこれをパクったらどうしようと思ったんですよ。だからその財布を僕が持ったんですよ。で中に免許証とか入ってないかなと思ってパッて確認したら入ってたんですけど、それが某有名人の方だったんですよ。歌手活動もされてて、すごい多岐にわたって、ね、誰ですか。え、もう誰。いや言ったらあれでしょう。誰。いやピーかけといてね、これマジでピーかけといてねマジかってなって交番峠よって思ったんですけど、僕ね財布なくした時に一回助けられたことがあったんですよ。それは財布を落として
で、うわ最悪だと思った時に電話がかかってきて、どっから電話かかってきたかっていうと、ゴルフ場から電話かかってきたんですよ。で、なんでゴルフ場から電話かかってきたのかなって言ったら、その財布落としませんでしたってかかってきて、で、拾ってくれた人がね、気を利かせてくれて、やっぱり警察に行って、なんか正規の手順を踏むと、すごい時間もかかるし、で、クレジットカードがたくさん入ったから、困るでしょってことで、なんかこう、気を利かせて、こう、またがけしてくれたんですよ。で、ここで持ってますみたいな感じで、その事務所まで取りに行って、ありがとうございますみたいな感じで、帰ったんですけど、まあ、それがあったんで、まあ、届けてあげようと思ったんですよ。で、しかも近かったんですよ、すごい。50メートル先とかだったんですよ、なんか。まあ、さすがに届けるかってなって、こう届けて、で、まあ、その旦那さんが出て、で、もう別に何事もなくだったんですけども、まあ、そんなことがありましたよ。うわー、来たーこれ、来たーこれ、うわ懐かしい、これ来ました、これ、懐かしい、この動きやっぱあれですね、もう再現というか、もうまんまですね。だってもうね、作ってた人が作って、やってた人がこの髪型になってるわけですからね。皆さんお待ちかねできました。見てください、悪っぽいメイク究極系、これが一番悪いだろうメイク、どうですか監督？見たことありますねどうですか、結構悪く仕上がったと思うんですよね、このね髪型。すごい賛否両論だったの知ってます？そうですね , 笑ってる。なんかね、当時この髪型でサザエさんヘアとか、なんか結構いろいろ言われたんですよね今となっては皆さんどうですか？アッシュになったせいか、かっこいいんじゃないかなってこれすごいね、これやるとどこの角やつかすかパッと分かるってすごくないですかこれあれ今俺何やってんだっけピンクの特撮のメイク考えてるんですけど、監督が悪いメイクをやれって言うから、あれこれ違います？なんかこんなスーパー戦隊とか楽しそうな感じじゃないどっからどう見てもあの当時のあの髪型ですよ、強そう。俺今完全遊んだ、これ完全遊んでる時間、メイク打ち合わせという名の遊びですまあでも佐藤さんはまあいろんなメイクをこうしてできる方なので、なんか監督がオーダーあったら、まあ、こんな髪型とか写真とかいただければその通りになると思うんで大丈夫ですよね。今日もう実際に見なくても、俺なんか久々にこの髪型になってちょっとこれ崩したくないわもうやばいこれ。この動画の未公開映像はメンバーシップ銀会にて公開、金会員では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。